ノーダメージ、緊急特番です。あ、違った。実は本日チャンネルさくらさんの討論にお呼ばれし、その収録に出かけておりました。その番組は8月24日に配信される予定なので、配信されたらぜひご覧ください。そしてその収録にトコトコトコと出かけていくために、今回配信予定の番組は事前に収録したものをお届けする予定でした。そしてその事前収録が終わった直後、私が台所方面で麻婆茄子なんかをね作っていたりすると、速報が入りました。南国ジーソミア破棄。アメリカの方もなかなか激おこぷんぷん丸のようで、ムーン大統領残念だな、大変ね、実に残念だな。とはいえ、この撮影は令和元年8月23日の午前中、ジーソミアの最終期限は8月24日、まだ1日半あります。まだまだ油断はできませんが、ムンジェイン大統領、あなたはやれる男だ。さてさて、ジーソミアとは日本と韓国の間で北朝鮮に関する軍事情報を共有する協定でした。ジーソミアがなくなるとどうなるのか、元外相の伊藤俊幸さんなどはノーダメージ、むしろ偵察衛星などを持たない南国の方がダメージが大きいんじゃないのと指摘しております。確かにこの間米国がイスカンデル発射とやった時、南国軍が発表したその飛距離が間違えており、我らが自衛隊に訂正されるということもございました。この GSOMIA はアメリカ主導で日韓に結ばせたという話がありますが、この GSOMIA によって日本と韓国で直接情報をやり取りすることによって、アメリカの負担が軽くなったんです。 GSOMIA 以前は日本と韓国それぞれが掴んだ情報はアメリカの方に上げられて、アメリカの方でそれぞれに必要な情報というものを選別して渡していた。この手間暇が GSOMIA によって軽くなった。ところがその GSOMIA を南国のムンジェイン大統領はご破産、在韓米軍の駐留経費は5倍にしなさいと、何かとこちらの話に敏感だアメリカのドナルド・トランプ大統領が、この経費がまた増えてしまうことについてどのように思われるのか。それはそれとして、今後我々日本人が考えなければならないのは、対馬から日本海が我が国の防衛ラインになるかもしれない。そのための備えというものをしっかりやっていかなければならないということです。同時に今回の南国のジーソミアを破産を対岸の火事としてケラ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 と笑うのか、他山の石として我々の教訓とするのか、それを考える材料にしてほしいなと用意したのが事前収録分。というわけで、ここからその事前収録分の本編をご覧ください。令和元年8月18日に共同通信が発表した世論調査によると、自衛隊の中東派遣に 57% が反対とのこと。この手の世論調査というのは、その設問の取り方によっていくらでも世論操作ができてしまうとはいえ、我が国において国防にあんまり詳しくないという人はとても多く、というよりも国防に対する当事者意識が少ない、いや全くない日本人というのは、ただ終わった。残念ながら現実でもあります。しかし本件において実は簡単な話で、セコム入れますかというだけのこと。何かといえば、自衛隊の中東派遣とはホルムズ海峡を航行する日本のタンカーなどの護衛をする、警護をするために我らが自衛隊を差し向けるということで、すでに我が日本国のタンカーは謎のイラン国あたりで攻撃を受けているじゃないですか。つまり危機は今ここにある状態なんです。町場の話に落とし込めば、町内で強盗や空き巣被害が続出していますと、その時危機になるとトコトコトコと駆けつけてくれるセコムさんのようなセキュリティサービスをあなたは入れますか入れませんかという話。中東の海とはいえ、我らが日本人を自衛隊の皆さんが守ってくれるというのは当たり前の話。こうした前提をしっかりと説明した上で、自衛隊の中東派遣の是非を共同通信は果たして問うているのか、いささか疑問があります。さらにホルムズ海峡の安全を守ることは我が国のエネルギー事情に直結します。原油や LNG は中東にものすごく依存していて、原油などは8割依存しているとのこと。プロフィールに公開してある
ツイッターネームリンさんは次のようにツイートしておりました。日本人の 57% が自衛隊の中東派遣に反対だそうだ。でもみんな石油がないと困るという。そりゃそうだ、火力発電に頼りすぎだもんね。でも原発は嫌。じゃあどうするの？計画停電しますか？私の乗っている船は日本船籍です。船の中は日本にもかかわらず自衛隊の護衛もしてもらえない。現場を知ってほしい。切実な叫びです。リンさんのツイートにあった計画停電とは、一定の区域ごとに強制的に停電させる方法で、これによって全体の使用量を抑えることができる。あの東日本大震災の直後の首都圏で実施されました。東京都はね、計画停電実施されなかったんだよなんていう嘘、嘘も飛び交っておりますが、東京でも実施されました。なぜなら東京都足立区民である私のところは計画停電にバッチリ参加しました。しかも1日2回というハードな計画停電も経験しております。ちなみに現在の上皇陛下は計画停電が実施されなかったにもかかわらず、割り当てられた計画停電の時間になると御所の電気を消されてお過ごしになられていたようです。例えば今すぐに計画停電をやるとどうなるか。計画停電の地域は完全に電気が止まりますので、エアコンが使えなくなります。スマホは基地局などが生きていれば使えますが、家庭内の Wi-Fi を使っているとタブレットもパソコンも使えなくなります。近頃耳にする災害級の暑さなので、エアコンは適切に使ってくださいねと呼びかけたりもしますが、そのエアコンは電気がなければ使えやしねえ。扇風機はもちろん止まったまま。それが計画停電。電気だけではありません。日本の原油の多くを依存するホルムズ海峡が使えなくなったとしたら、語弊を恐れずに例えるならば、近所のスーパーまでならね、トコトコトコって行けたんですが、このトコトコトコと行く道に暴走族がブンブンブンつって嫌がらせをしている。そこでわざわざ隣町の百貨店まで遠回りして行かなければいけなくなった。そしてスーパーと比べればいささかこちらがお高い。その結果生活水準は全く変わらないのに、こちらの支払いだけが増えてしまう状態になっちゃう。そしてエネルギー価格というのは一方的に出ていくお金なので、国富という国の富もなくなっちゃう。そして何より銭金だけの話ではありません。再び林さんのツイートを紹介します。日本人の多くにリアリティが欠落しています。日本から何千キロも離れた場所で、いつミサイルやら RPG-7 やらが飛んでくるのかもわからない海域を丸腰で航行しています。仮に攻撃を受けてもどこが救助してくれるのかすらわかりません。その恐怖を理解してほしいのです。軍隊的組織には相応の警備が必要です。 RPG-7 とはざっくりと言えばロケットランチャー。かつて米国の工作船が我らが海上保安庁の巡視艇にデデーンと打ち込んだとか言われている代物です。つまり自衛隊の中東派遣に反対している 57% の人々というのは、遠く日本の地を離れ我々の生活を支えてくれている船乗りさんたちを見殺しにしろと言ってるかごとき、人でなし、人でなし。もちろんこうした現実を知らないだけかもしれませんが、一人でも多くの方にこうした現実を知ってほしいと願っております。ホルムズ海峡への派遣はアメリカをファーストのドナルド・トランプアメリカ大統領が Let's with me と言ったかどうか分かりませんが、大統領が呼びかけた有志連合からこんな人たちの中には、アメリカのプチが軍家のドが聞こえるアベノパーカと騒いでおりますが、これまで見たきたように我ら日本人の日常の生活と日本から遠く離れた海の上で一生懸命働く我らが同胞を支え助けることをするなと言ってるかのごとき、私のお目目にはオス工作員に見えてなりません。そして何よりすでに時代が変わっているんです。終戦の日を前にした令和元年8月10日の TBS 報道特集では、キャスターの善場孝子さんが戦争帰りから話を聞いた世代にとって戦争をしないっていうのは絶対だった、それが戦後74年経って変わっているみたいなことを述べられておりましたが、74年という月日はおぎゃーと生まれた赤ちゃんがすっかりと人生の先輩となり、
還暦から14年を過ぎたのが74歳。分かりづれえよ。だってね、74年後の今は当時なかったスマホで地球の裏側の皆さんとビデオ通話ができちゃいますし、嫌なことを言えばこのドローンが兵器として使われるようになっている。これが戦後74年が経った今の世界の現実です。アメリカが INF 条約を破棄したのもすでに現実が変わっているからです。 INF 条約をざっくりと説明すると、米ソ冷戦の最終盤の頃、お互いの国を狙う核ミサイルはピッピッとしましょうねという約束。当時の超大国は米ソ2国だったんでそれでよかったんですが、その後ミサイル開発は各所で行われており、とりわけ中国は軍事大国の扉をもう半分ぐらい開けちゃって、体も半分ぐらい入っちゃってるような状態。そして何より INF 条約の縛りを受けないのが中国でした。そしてミサイルといえばイスコンデル発射ですっかりおなじみになっちゃいました、米国。この米国に至っては9月中旬に閣議決定される予定の我が国の防衛白書に、米国は核兵器の小型化と弾頭化に実現していると見られると記述されるそうです。日本人が平和を当然と思い込んでいるうちに、世界の軍事技術は進化を遂げている。これが残念ながら現実でございます。さらにこちらの江崎道夫先生が、あの文化人放送局の生田のイクバーズで語ったところによると、もうね、アメリカって限界なんですって。未だ世界最強であることに疑いの余地はないのですが、アメリカ一国で世界の全てをカバーすることができないようになったそうです。理由の一つはもちろん中国の台頭。物量作戦を得意とする中国を抑え込もうとすると、米軍の数が圧倒的に足りていないとのこと。そこに打足を承知で付け加えるならば、民主主義国家においては兵隊さんだって同じ国民だから、兵隊さんがたひることを民主主義国家のリーダーは嫌います。しかし残念ながら地球上には民主主義でない国が、リーダーの一存でなんだか人が突然消えちゃったり、実のおじさんだってたひっちゃう、そんな国が僕らにあるみたいなんですよ。これは8月21日の人気番組真相深入り虎ノ門ニュースにて、軍事ジャーナリストの井上和彦さんが指摘していたことですが、煽り運転など想定されてこなかったとんでもないことが起こった時に、社会はその放置を許さず、厳罰化などを含めた法整備などの対応を求め、政治はそれに応えてきた。今日本を取り巻く環境というのはかつてと違う状態になっている。ならばこの今の現実に合わせて様々なものを変えていかなければならないのではないか、まあ、ざっくりと言うとこのような指摘です。その通りです。今我が国の国防と安全保障にこれまで想定されなかったことが起きているんです。中東のホルムズ海峡ではすでに日本のタンカーが攻撃を受けたんです。ならば改めるは改める、それが現実を前にして我々知性と理性を兼ね備えた日本人の取るべき態度ではないでしょうか。はい、ここでまた戻ってまいりましたが、ホルムズ海峡に我らが自衛隊を派遣すること、それは自国民の保護でもありますし、同時に共に行動する友情の証でもあります。そしてドナルド・トランプアメリカ大統領からすれば、こちらの話にもつながります。ところがジーソミア・ゴッハさんから、日本のマスコミの皆さんはそれでも南国はあれだけど日本もあれだねと、どっちもどっち論で日本にも責任があるように話を無理やり持っていきます。また南国の代弁者のような方たちが出て、そのくるくるユニークなロジックを展開しております。これは見方によっては我らが日本人がこんな人たちの正体というものに気づく一つのきっかけになるのではないか、いやきっかけにしなければならないのかなと思いを強くする今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
大地。完全勝利席という物語なのに乗るゲストよ。赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。